どうもーということで、こんにちは、こんばんは。5月15日でですね、俺の YouTube が開設2周年ですね、3年目に突入するということで、まあそれを記念した何かしらの動画を撮ろうかなと思ってるんですけど、まあ年一のまとめ動画みたいなのは年末に撮ってるんで、その年に実況した実況、その年に実況したゲームの感想とか、そういう撮った動画についてのうんぬんを年末に撮ってるんで、まあ同じことしても仕方ないだろうということで、まあ少し私生活、プライベートに沿った1年のいろいろの内容を話させてもらえたらなぁと。一応記念なんで、そういう特別的なこともしてく方がいいんじゃないみたいなのが自分の中にありましてね。動画を撮らせていただいてます。はい。で、まあ、この1年間、2年目で、まあ何があったかっていうと、まあ普段と変わらず毎日投稿を続けられたから、全然特別なことがあったかって言われると、この私生活ではないんだけど、まあティアキンが伸びたっていうのがすごく嬉しくて、まあ結構な再生数を誇りまして、それがゆえに毎年こう実家に一応帰ってるんですよ、広島の方にね。その時に遊ぶ友人に、おめえあれすごいなって言われるようになりましたね。はい。でそれと同時に、一生ティアキン擦るティアキン系実況者なんねえのって言われて、まあ確実に数字は取れたであろうけど、多分心が持たなかったと思うんで、別にそのなんだろう、ティアキン擦れるほどゼルダに対して思慮深いわけでもないし普通に実況しててよかったなと思いますね。絶対途中で YouTube やめる羽目になってたんで、それだと、だから今もティアキンをずっと動画投稿してる方はすごいなって思いますね。やっぱネタが尽きないからできてんのかな実際。まあなんか自分らしく動画投稿できたんでよかったなと思います。その数字に惑わされずね、なんだろうドラクエ2の洞窟で迷わず行けた感じがしてよかったですね。いやー、オープンワールドゲーム自体を動画にするのってすんごい難しいんすよ。そのティアキンが、なんだろう、見どころのない長時間録画っていうのが増えちゃって、やっぱいつどこでどんなイベントがあるかわかんないからつけっぱなしにしてるんだけど、やっぱそれが大変だったなってのはありますね。まあ、結局まあサブクエストは埋めなかったけど、普通にクリアできたんで良かったですね。でまあ次にやったゲームというか、そのまあ結構私生活にまでこう侵食してきたゲームは FF7 リバースですね。あれが発売されてから最高の春前を過ごすことになりましたね。ちょうど2月の終わりとかだったんだけど、発売されたのが。こう動画撮って、その動画編集するじゃん。で、まあエンコードっつって1本の編集プロジェクトから1本の動画にするまでの書き出し時間。その間になんか、こう街で出会ったミニゲームとか埋めながら、こうテレビ見ながら、アニメ見ながらみたいな、そういう人生を過ごしてたんですけど、すごい、なんだろう、気分が良かったですね。いやー、なんかあ、これ一生できるわみたいなそんな感じでした。基本なんかエンコード中にミニゲームしながらっていうゲーム実況が多いんだけど、だからまあ裏作業的なやつをエンコード中にやってたり、テレビ見てたりみたいな。いやー、ほんとエアリス可愛かったなっていう、まあまだクリアしてないんだけど、投稿中でそのこっちの裏でもね、実況撮ってもまだクリアしてないんですけど。いや、エアリスが好きすぎて、ジグソーパズル買ったんすよ。スクエニの公式が売ってるやつ。あれ、500ピースだったかな。空が全部青色で、ピース埋めるのすんごい大変だったけど、まあ、なんか楽しく人生初ジグソーパズルをできたんで、ちょっとまたどっかでジグソーパズル買ってみようかなとか思ったりはしてますね。はい。で、まあ、私生活、散歩に目覚めました。おじいちゃんですかって言われたらもうそれまでなんですけど。朝たまーにね、こう外に出ることが完全にエクスタシーになってますね。気持ちいいのなんのって。その気持ちいいとかそういう行き地にないんですよ。なんか、ああ、みたいな。
ぜひみんなもするようにしてみてください。朝こう一人で公園でラジオ体操してるおじいちゃんとか、超巨大犬散歩家庭とかを見ることができますね、はい、とんでもない家庭があるもんだなって思い知らされます、はい、こんなでかい犬いるのっていうぐらいでかいやつとか。でまあさっきも話したんだけど、こう編集中とか裏作業中とかに結構アニメとか見てるんですよ。まあ基本こう春アニメ、夏アニメ、冬アニメ、秋アニメと5、6本ぐらいは毎期見てるんですけど、どうしても全消費しちゃって作業中に見るアニメがないっていう時があるんで、ちょっと皆さんのおすすめのアニメとかドラマをね、あの過去作品とか教えてください。あのネットフリックスとかアマプランとかにあるやつ、うん、まあ俺のおすすめとしては結界戦線ですね。アニメは、うん、一番面白いファンですね、単純に。でドラマはミュー404が好きなんで、見てない方はぜひ見てください。で今期のアニメはあれだね、ゆるキャンと怪獣8号面白くない？わあ、いいなーって思いながら。怪獣8号、なんだかんだ、原作がさ、途中でだれちゃったかなとか思うんだけど、改めてこう、アニメとして見ると、あ、すごいいいなって。今後、なんか、結構な方が脱落された部分もあるかもしんないけど、しっかりめに原作読んだらめっちゃ面白かったんで、最近ね、最新話まで全部読んだんだけど。だからアニメで追ってくのもありなのかなとか思ったり。で今期のドラマちょっと不作でして、まあ一応見てるのは悪魔ゲームとアンチヒーロー一応ね、うん、こっからどんぐらい面白くなるのかなって感じなんですけど、あの夏にあるミュー404と同じ脚本の方が作られた映画ラストマイル、あれはすんごい楽しみにしてるんで、まあ映画になっちゃうんだけど見たいなと思ってますね。あとあれですね、ボッチザロックにめっちゃハマりました。今更って感じなんだけど、ボッチザロック展、福岡公演、福岡展行くんで、あの開催期間中に俺に会ったら全然話しかけてください。はい、まあ顔も何も公開してないんで声をたどることになると思うんですが頑張って声をたどってください。この声です。でまあそうね、まあ最後に3年目の目標ですね。目標というかまあそんな大層なもんでもないんだけど、プライベートとこっち実況ですねのメリハリをつけながら過ごしたいなと思いますね。うん、あとだからそのプライベートを大事にするっていう意味でも映画とかは習慣的に見たいんですよ、こう映画館で。うん、これちょっと本当に苦言というかあれなんですけど、北九州に住んでるんすよ。本当に映画館少ないんで、どうにかしてください、市長。あまりにも映画館が少なすぎます、北九州に。これちょっとどうにかしてほしいですね。あと、完全プライベートの話なんですけど、デュエマを始めましたね、再び。デュエルマスターズ。まあ、友人とするだけって感じなんで、全然大会とかは出ないんですけど、いずれこう、自分が顔出しして、実写チャンネル的なの、をすることがあれば、まあ大きくなったら水曜亭なんですけど、その時に大会出る動画とかも出せたらいいなとか思ったりしましたね。うん、公式チャンネルさん、俺を呼んでください。まあそういうことが自由にできるようになるためにもこれからも邁進していかないとなとは思う日々なんですけど、はい、まあまだまだ編集して世に出てない動画もね結構あるんで、実況済み、編集済み、世の中未公開のやつ、まあ1日1本しか動画出さないから1日2本作ったらおのずとストックができるんで、それの消費をしながらやってるんですけど、まあそういうのがたくさんあるんで穏やかな日常が過ごせそうな気がしますね。3年目はストックがあるんで、ストックないとね結構怖いのよ。あーやべえ、やんなきゃみたいになっちゃうんだけどまあまあまあそれがないんで、ゆっくりほどほどに、何事もほどほどにするべきかなと2年目で感じたんで、はい、今年も一つゆるゆるとよろしくお願いします。はい、ということで2年目、まあいろいろあったね動画でした。はい、3年目もよろしくお願いします。ありがとうございました。